よく晴れてまだまだ空も明るい札幌中心部の空です。ただこの時間も外に立っているとやはり空気が冷たいですね。そうですね、風が少し収まってきたので少しマシになってはきましたが、まだ13度台しかありません。では各地の最高気温から振り返っていきましょう。この網走はこの時間 8.2 度しかないんですよね。これでも日中よりは気温高くなっています。今日の最高気温広い範囲で昨日に比べ5度以上低くなりました。札幌は昨日より9度低い 14.5 度、北見は昨日より15度も低い 8.5 度でした。今日最も気温が上がらなかったのが画面の右下、根室の納沙布で 7.4 度。もう季節が戻ったようなそんな一日となりました。では明日にかけてどうなっていくんでしょうか。明日の天気のポイント、空ナビはこちらです。明日は再び気温が上昇していきそうです。ただ寒暖差には要注意です。そして場所によっては風にも注意が必要ということになりそうです。ではその気温の予想から見ていきましょう。札幌と北見を例に見ていきます。明日の予想最高気温いずれも23度ということで、日中は上着いらずの陽気となります。しかし最低気温はといいますとこうなります。低いですね、はい、札幌は10度、北見は2度ということで、1日の気温差、北見は21度となりそうです。朝早くお出かけの方は厚手のコートが必要になってきそうですね。うまく重ね着をしてこの気温差しのいでいただければというふうに思います。朝はヒーターなんかもまだまだつけてもいいかもしれないですね。では時間ごとにマークでお天気を見ていきます。札幌県です。明日も一日を通してよく晴れるでしょう。手稲や麻布は最高気温25度、夏日の予想です。日中は半袖で過ごせるくらいの陽気ですが、朝は広い範囲で10度を下回りそうです。お出かけが朝早いという方は1枚コートを羽織ると良いでしょう。その他の南西部の地域でもよく晴れる一日となりそうですね。はい、では南西部見ていきますと、こちらも晴れマークずらりと並んでいます。沿岸部を除いては明日また空気が乾燥してきそうです。火の取り扱いに注意するとともに、肌や喉のケアが重要になってきそうです。続いて北部から闇沢周辺です。こちらは注意が必要な場所もありますね。はい、稚内周辺なんですね。すっきりしない一日になりまして、特に午後は風が強まってきそうです。場合によっては暴風警報の発表される可能性がありまして、瞬間的には風に向かって立って歩けないくらいのそんな風が吹く恐れがあります。飛ばされやすいものは今日のうちにしまっておくようにしてください。東部の予報です。日中はオホーツク海側や十勝平野を中心に気温が上昇、特に網走や北見は今日に比べ15度ぐらい高くなるでしょう。各地に現在霜注意報が発表されています。明日の朝にかけて農作物の管理に注意してください。晴れて気温が上がると気になることもありますね。はい、それが花粉ですね。あ、綺麗ですね。今室蘭なんですけども、まん丸の夕日力強いですよ。朝もよく見ることができそうです。では花粉予報を見ていきます。明日はよく晴れて風もやや強いということで、やや多いから札幌では非常に多い予想になっています。白樺花粉についてはもうピークを過ぎてきているとみられますが、代わって松の花粉に注意が必要になってきそうです。そして今日最新の3ヶ月予報が発表されました。こちら夏の見通しです、はい、これを見ますと降水量はほぼ平年並みなんですが、気温は平年より高い予想になっています。去年に引き続き今年も暑いんですね。はい、暑くなりそうです。その理由を説明していきたいと思います。こちらです。ポイントは日本の東の太平洋高気圧の動きです。例年ですとこの位置なんですが、今年はこうなりそうです。少し西側に張り出しが強くなりそうです。こうなってきますと、この高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が北海道付近に流れ込みやすくなりますので、この影響で気温が高くなりそうということなんです。屋外でも屋内でも熱中症対策どうぞした方がいいかもしれませんね。ではこの先1週間の予報を見ていきます。あさってには早くも天気下り坂です。札幌や岩見沢では夜遅い時間帯に雨が降り始めそうです。その後金曜の前半にかけて各地で雨となるでしょう。土日はおおむね晴れそうですが、金曜の雨を境に気温が一旦ぐっと低くなりそうです。土曜は札幌や岩見沢で13度と平年を大きく下回りそうです。続いて北部と東部です。あさって稚内は朝晩を中心に雨、旭川も夜は雨となりそうです。金曜は各地で雨となりますが、降っている時間は短い見込みです。
この方面も気温はぐっと低くなり、最高気温土曜は稚内で10度、網走は9度までしか上がらない予想です。ただ明日は晴れて気温も上がりますので、外出の予定がある方はどうぞこまめな水分補給も忘れないようにしてください。